レンプクソウは、レンプクソウがレンプクソウ属の多年草。別名、ゴリンバナ。リンレの植物の種で記載された植物の一つである。白色の細く長い地下茎があり、それを横に伸ばして、球茎を作って増える。茎は、高さ8から15センチメートルで細くて柔らかく、毛はない。根室葉は、長い傭兵があり、茎とほぼ同じ長さとなり。 二回産出服用で、小葉は右上に中列し、裂片は二部頭となる。茎につく葉は小さく、一体が耐性し、短い葉平があり、右上に三列する。花期は3月から5月。花は小さく黄緑色、茎先にゴ毛がほぼ無柄で頭上に集まり、計4から6ミリメートルになる。花女の中で長部の花と側部の花は、型が違い、長部のものは、 学が二列、下官が四列、湧水が八個となり、側面の四花は、学が三列、下官が五から六列、湧水が十、十二個となる。下中は三から五列する。死亡は、中位で三から五室あり、各室に肺腫が一個下水する。果実は一から五個の角果が集合し、種子には、肺乳と小型の肺がある。日本では、北海道、本州、 四国、九州に分布し、林内に生育する。世界では、北半球の温帯、寒帯に広く分布する。和名、蓮腹草は、蓮腹草の井で、その昔、本種の長い地下茎に、伏樹草が続いてきたのを見た人が、蓮腹草と言い出したと言われる。また、別名の五輪花、五輪花は、花が五個集まってつくことによる。俗名、アドキサは、 ギリシャ語で、ええ、無徳さ、栄、ええ、光で、取るに足らぬの意味。種商名モスカトリナは、やや弱光の甲がするの意味。連服層は、従来のシンエングラー体系やクロンキスト体系では、連服層家に一族一種のみとされてきたが、エペジー体系では、吸水カズラ科のニワトコ族や、ガマズミ族が、連服層家に含められた。また、連服層族についても、本種のかに、 東、アジアを中心にエオミンシスやエーザゼーエンジェンシスなどが認められている。ありがとうございます。